鍋島直正公などを祀る佐賀神社が作られてから90年を記念し、鍋島家にまつわる貴重品や初公開の品などを集めた展覧会が佐賀市で開かれています。この展覧会は佐賀市にある佐賀神社が佐賀藩10代藩主の鍋島直正公を祀るために別格官兵舎として作られてから今月で90年になるのに合わせて開かれているものです。69点が展示され、9年ぶりの公開となる県の重要文化財の直正公の担当は陶工の名手初代忠義の作で、美しい鋼や切っ先が当時の日本刀の技術の高さを伝えています。また当時の設計図も初めて公開されています。佐賀神社のご創建100年に向けて、ただいま神社関連の資料の調査を進めております。その調査の過程で明らかになった資料も今回初公開しておりますので、ぜひご覧ください。創建90年を記念した佐賀神社と鍋島家展は来月26日まで佐賀市の彫刻館で開かれています。